ションです。トス&フェチのトレーニングをしていこうと思います。こちらが手に入ったので早速使っていこうと思います。こちら手話の MV88 プラスビデオキットとマイクですね。しかもこれ iPhone とですねがっちり連動することができて、このようにですね、どこ見ればいいのかな、まあこんな感じでですね、こちらがマイクですね。でここにあのマイクのスポンジのやつつきますね。そしてここからこれですね、実際にこれがあの僕があの iPhone 使うんですけども、 iPhone の変換コードちゃんとありますのでバッチリでした。そして ここが立たせることもできるし、この部分を、畳んでですね持つこともできるんですね。今まで僕が苦労していたのが、ずっとiPhone で撮影するとどうしてもマイクがですね撮影している側に向いていたんですね。大体こんな感じで、まあこれが iPhone だとして撮影している時に向こう側にカメラでやるんだけども、僕が映像を見ながらやってて、で僕の声の方が例えばコウスケの声よりも大きく収録されてしまう。そして書いてますね、特徴の方書いてますね。ライブストリームレディと、ライブ配信できますよ。ワンタッチセットアップ、まあ簡単にセットアップできました。確かにこれ簡単にできました。そしてエクセプショナルクオリティレコーディングと、いいですね、本当に素晴らしい、クオリティでした。これも実際にやってみました。ステレオウィズアンドポーラーパターンオプションズと、これ正しい日本語わかんないですけども音域の話ですね。そして、リアルタイムヘッドフォンモニタリングと、これでこちら見てわかる通り、この USB のコネクターから iPhone の方につなぐと iPhone の方に収録されるわけですね。そして、中身なんですけども、このようになっています。 MV88 プラスのデジタルステレオコンデンサーマイクロフォン、そして正しい英語かわかんないけども、マンフロットピクシーミニトリポッド、そして、フォンクランプ&シューマウントマイクチップと、マイククリップでした、マイククリップありますね、こちらが携帯を固定するため、携帯って言い方おかしいのか、端末を固定するためのもの。ブームが、こちらがロールアップバッグに入れられた本体です。このロールアップバッグには全ての道具を入れることができます。実際に開けてみましょう。マジックテープで付けられていて、開けると5つのポケットに分かれています。それでは早速出してみましょう。このようになっております。最初に僕が持ったのはフォンクランプ、こちらに僕の iPhone を取り付けることができます。後ろはネジで固定することができますね。高さもこのように変えられます。ちなみに、上下にはゴムがついているので、ここでしっかりとつけることができますね。この、上の部分、ここですね、今僕が人差し指で触っている場所が、シューマウントマイククリップをつける場所になっております。続いて手に持ったのはトライポッドです。こちらは現在手で持っていますが、開いて三脚として使うことも可能です。こちら上の部分にフォンクランプを取り付けますね。こちらがシューマウントマイククリップ、左側にあるマイクを取り付けるものですね。マイクにはすでにウィンドスクリーンを取り付けてあります。こちら、どれもすべて軽くてですね、非常に扱いやすいです。これ L と R と書いてあるんですけれども、右左ですね。裏側はこのようになっていて、それぞれイヤフォンと携帯につながるようになっています。こんな感じです。そして左側にあるのはライトニングケーブルと USB-C ケーブルです。早速パーツを組み立てていきます。実際にどういう風な形になるかというと、まずこちらトライポッドが
骨音に来て、続いて携帯を固定する部分がここに来て、マイクを固定する場所はここに来て、マイクはこのように、これはあの僕向きあるいは撮影する側向き、どちらでも可能ですね。そしてあそこのコードが携帯とつながるといった形になります。それでは実際に組み立てていきます。組み立てた後の動画はこちら。このようになりました。実際に三脚にして立ててみましょう。非常にですね、軽くて僕は扱いやすかったですね。あとこの黒っていうのが僕はすごく好きです。かっこいいですよね。このケーブルも全然撮影の邪魔になりません。このようにあの三脚部分を折りたたんで持つと手持ちで撮影することができます。歌舞伎はボーダーコリーの男の子で、現在3歳ぐらいの子ですね。でせっかくの動画なので、ちょっとはあのテクニックとかですね、そういったものもなんか説明しながらやる動画になればいいかなと思います。風はですね、若干吹いている状態です。それほど投げるには難しくない状態ですね。であとはですね、大切なこととして、例えばディスクを持ってスタートすることってよくあると思うんですけども、そうではなくてですね、基本的にはこのままですね、ディスクドックが好きな犬はいいんですけれども、初めての人がディスクドックで結構困る理由は犬がやってくれないっていうことなんですね。それを解決するためにどういうことをするかというと、こうやって最初に人が持っている状態でやると、犬によっては、あの飼い主である僕がやりたいからディスク仕方ないから付き合ってあげるよみたいなノリでですね、始まってしまうことが多々ありますね。そうならないためにやってほしいのがですね、これで歌舞伎、例えば歌舞伎で犬がディスクを持ってくると、犬がディスクを持ってきて、こっちはあの遊びたくないけども歌舞伎やりたいならやってあげるよぐらいなですね、ノリでやってあげると犬にとってですね、より頑張りがいがあるわけですね。犬がやりたいからやる、この、状態を間違えないでください。これ後で解説動画ちゃんと作ろうかなと思ってますけども、それでは進めてみましょう。で、1投目投げるときには、ウォーミングアップのため簡単に短めに投げる場合もありますけども、今日は僕は思い切って、遠くに投げてみましょう。投げる球は必ずですね、カービングスローっていう球ですね。こういう風にですね、ディスクがディスクってこう右手で投げるディスクって右回転をするので、こうするとディスクがどんどんですね曲がっていくんですね。こうやってこうならないためにですね、ディスクを最初この状態にします。おほほほ、壁際あたあた、壁際がじれてますね。早速投げてあげましょう。どんどん解説していきますよ。例えばこの状態です。でコマンド、僕たちは犬の体をですね、体じゃなかった、僕の体の周りを回る、ここからあるなし、アラウンドして僕の体を回って投げるというのがですね、基本的なルールに、僕たちのトレーニングルールになっています。この時にアラウンドというコマンドで反応するようにしないでください。必ずアラウンドと言ってからサインで回る、そして投げますね。あら、失敗しました。ちょっと撮影しながらだと僕集中しながら投げることができてませんね。ごめんね歌舞伎。 OKOK。 そしてディスクを持ちまして、アラウンドと言って僕のサインで回します。そして投げます。いいですね。まだこれ、この撮影しながら投げることの難しさを表しています。決してこれは僕の投げるのが下手だということを表しているわけではないということをですね、すみませんね。はい、歌舞伎、もう一回ちゃんと投げる。一回このカメラの意識なくちょっと投げてみますね。あ、よかったよかった。グッジョブ歌舞伎。おいで。ナイス。おいで。グッジョブ。アラウンド。
まあちょっとこれね、左に入りすぎたけど、歌舞伎取れるかな。おー、さすが歌舞伎、グッジョーブ、ナイス。おいで歌舞伎、グッジョーブ。ラウンド。そしてですね、あとは基本的には、例えばですね、あんまりこういう時にちょうだいって言葉は使わないですね。ディスクをまあ投げて犬が出しますね。で、歌舞伎ちょうだいちょうだいっていうようなことは言うんじゃなくて、ちょうだいはですね、コマンド、つまり犬にとってのやらなきゃいけないことになっちゃうので、こういった場合ではもちろん犬によって変わるんですけども、歌舞伎おいでというコマンドになっています。そしてディスクをですね、話す話さないに関しては、次のコマンドを言うことで、話すようになります。これもアウトというコマンドは基本的に教えてません。もちろん教える犬もいます。途中で話す犬もいます。いろんな犬がいますけれども、これはすべてね、こういった動画で説明するのは正直言って膨大な時間がかかりますので、歌舞伎に関してはちゃんとアラウンドと言って回して、あとは投げてカービングスローですね、これをキャッチしてもらう。慣れてませんね、感じです。おいで歌舞伎、グッジョーブ、アラウンドと言ってもらいます。で、次にで大切なことがですね、投げ遅れをしないようにします。例えば犬が前に行ってから投げてしまうと、犬が混乱してしまいます。こんな感じですね、混乱してしまいます。この理由はですね、犬は走りながら僕のですね、投げるディスクを見なきゃいけないんですけども、そうすると一度ブレーキをする必要があって、スピードもリズムも狂ってしまいます。そうならないためにしっかりと前に出してあげましょう。かといって早く投げればいいというわけではありません。適切なリズムがあるんですけども、ちょっとですね、この一人称の動画では正直説明ができません。正しいタイミングで投げてあげると、犬は安心して走り出すことができて、それをキャッチすることができますね。グッジョーブ歌舞伎、おいで、ナイス、おいで、グッジョーブ歌舞伎、イエスイエスイエス、オッケー。以上でテスト終了します。グッジョーブ歌舞伎、じゃあねー。